ウカヤリ川流域、ウカヤリ川とアマゾン水系、ウカヤリ川は、アマゾン川の主要な支流の一つである。チチカカ古の北約 110km のところで、田んぼ川とウルバンバ川の合流により、ウカヤリ川となり、ナウタ付近のウカヤリ川とマラニョン川との合流地点から、名前が、アマゾン川となる。ペルーの都市、プカルバは、ウカヤリ川沿いにある。ウカヤリ川は、 その上流部である、アプリマック川、エネ川、田んぼ川とともにアマゾン川の主要な水源であると考えられており、これらを合わせると、ミスミ山のアプリマックからマラニョン川と合流するまでの2 6 6 9 9トルの長さとなる。ウカヤリ川は、サンミゲル川、ウカヤレ川、ポロ川、アプポロ川、コカマ川、クスコ川などとも呼ばれる。 ペルーはこの川の探検に多くの費用をかけて丹念な探索を試みている。1867年にはリマから3 8 0トルのところから出発した小さな蒸気船ナポ号がパチテア川との合流点の1 2 4トル上流にある激流を乗り切り、ウカヤリ川が アマゾン本流となる地点から 1240km 上流に、ある田んぼ川まで到達している。その後ナポ号は、ウカヤリ川が、田んぼ川と合流する地点の 56km 上流から、ウルバンバ川の方に入って行き、クスコの北 320km のところまで行っている。1806年のボスケ、1846年のカステルノーの探検などにより、 ウルバンバから先は滝や絶壁などの無数の障害によって航行は不可能であることが分かっている。ペルー政府の要請であると受かりを探査したトレスはパチテア川口から田んぼ川とウルバンバ川の合流点までの 300km を調査した。そこには数多くの島が存在し、川幅は 400m から 1200m まで変化している。 流速は5時速 6km で、最低でも 1.5m の深さがある領域の幅は、20から 50m 程度である。流木の堆積により遮られた箇所は5箇所ある。時折、山から巨大が、岩が落ちて、大きな下流が生じ、川底がえぐられることがある。うかやり川の名前は、ペルーのうかやり地方の名前から付けられている。ありがとうございます。